本日は中尾さんにいろいろ FX のことを聞こうと思って質問の方をまとめてきたんですけど、まず最初にぶっちゃけ FX ってどんなもんなのかちょっとお聞かせ願いたいんですけど。ああ、なるほど。分かんない人見てると思うんで、まあ、FX っていうのは外国の、ね、外国の通貨を売買する利益を得る取引のことを意味するんですけども、はい、まあ、例えば旅行に行くとしますよね、はい、まあ、ニューヨークでもハワイでもどこでもいいんですけど、で、まあ、ニューヨークに行くとするなら、はい、日本円を両替すると思うんですよ、はい、まあ、ドルに換えますよね、はい、で、まあ、ドルに換えるその為替レートっていうのが、まあ、あってですね、まあ、1ドル100円だとしますよね、はい、で10万円分をドルに換えましたと、まあ、単純に1000ドル分になるわけなんですけど、はい、でその1000ドルを7日後に、まあ、1週間後に日本に、まあ、帰ってきた時に、はい、まあ、ドルのまんまだったら日本に使えないんで、やっぱり、ね、また日本円に戻すと思うんですよ、はい、でその時に例えば日本に帰国して両替した時に為替レートが1ドル110円になっていたら、その持ってる1000ドルが単純に11万円になるわけですよ。それは分かりますよ、単純計算で。はい、で、その1ドル100円から、まあ、1ドル110円になりました。例えばね。はい、で、なったとしますと、その差額は10円なんですよ。はい、で、その1000ドルだった、ものを、1000ドルをね、まあ、その差額分、1ドルが110円なんで、10円の差額分が出るとすると、10円かける1000で、また単純に1万円になりますよね。で、そういったことが、まあ、通貨の、まあ、通貨間の差額が、まあ、利益になるっていうのが、FX なんですよ。まあ、分かりやすくね、まあ、その FX でも何がメリットかというと、まあ、貯金って、ね、昔は、宝くじが当たれば、ね、1億円当たれば貯金してるだけで生活できるって時もありましたけど、はい、まあ、例えばもう今金利下がってるんでね、0.5% とか、まあ、そういうふうな形に、まあ、設定したとしますよね、はい、であれば例えば100万円を1年間銀行に預けました、はい、であれば1年間預けて 0.5% の金利ならたった500円しか儲からないんですよ、うん、ですけどもさっきみたいな、まあ、旅行の話なんですけどね、例えば10万円を、まあ、銀行に10万円ですけども銀行に100万円預けるたった10分の1の金額で、まあ、その FX のさっきの、まあ、FX じゃないですか、1ドルが100円から110円になるだけでですね、2000倍ものお金が稼げてしまうってことなんですよ。わかります？しかも、はい、その差額は、まあ、いきなりね、100円が110円になるっていう1日でないとは思うんですけど、まあ、それがもしなったとすれば、たった1日で、まあ、その金額を稼げるっていう、まあ、その稼ぐことも全然可能ってことですね。まあ、ちなみに、まあ、まあ、他の投資、例えば、まあ、不動産投資がいろいろありますけれども、他の投資と比べても、むちゃくちゃメリットがあるんですよ。むちゃです。で、一番のメリット、まあ、よく質問あるんですけど、お金かかりますかと始めるのに、そんな質問とかなかったですか？まあ、なかったです。あ、ないですか。はい、まあ、例えば、ね、お金稼ぐのに、まあ、大きなお金が投資で、ね、必要なイメージあるんですけども、はい、まあ、正直に、ね、始めることも全然可能です。あ、うん、まあ、さっき言ってた、まあ、10万円からでも全然大丈夫なんですけど、はい、まあ、これが FX の最大の特徴になって、うん、まあ、例えば手元の、ね、まあ、資金を担保に何倍もの金額を取引できる、まあ、聞いたことあるかもしれないですけど、レバレッジが使えるってことなんですね。レバレッジ、まあ、聞いたことあればなんですけど、なければ、まあ、レバレッジっていうのが少ないし資金で大きな資金を動かすことができるっていうシステムなんですよ。まあ、例を挙げると例えば100万円がですね、はい、まあ、例えば今手元にあるとしますよね、はい、でレバレッジを10倍に設定すれば、これ単純に1000万円分の通貨を取引していることになるんです、ね。まあ、例えばレバレッジが10倍なら、まあ、1ドルが100円から101円になったとしますよね、はい、で普通であれば
全然儲からないんですけど、うん、あの10倍なら1万円の利益になるわけですよ。10倍になる。であのレバレッジを全く使わなければ取引してればこれ10分の1の1000円しか利益が出ないっていうわけですね。ね、だからまあ、 あのレバレッジが単純に10倍になれば利益も10倍になるということです。はい、そうですね。で、まあ、あともう一つ、利益が出る、まあ、FX の特徴としては、まあ、投入資金が増えると、まあ、単純に利益率が、まあ、同じ場合例えば 10% だったとしても、はい、その投入している金額によって、まあ、価値を続けることによって元本が増えるじゃないですか、はい、で利益の金額も大きく変わります。お、うん、つまり、まあ、トレードに勝てば勝つほど利益が何倍にも増えるということなんですけど、うん、まあ、複利って聞いたことあるかもしれないんですけどね、はい、簡単に説明すると、まあ、たった10万円でスタートしたとするじゃないですか、はい、でたった10万円なんですけど、まあ、仮に、まあ、1日の利益が、まあ、10% としますね、はい、この設定なんですけど、まあ、計算しやすいように、はい、で、まあ、大体20日トレードする、ね、日にちが、まあ、1ヶ月間で取れるんですけど、はい、でも20日間と設定をして、でどうなるかというと、そのたった10万円が67万円になるんですよ。へ、すごくないですか。すごいっす。ですよね。はい、でまあそれがまあ複利って言うんですけど、まあ、それもまたねご用意説明はしていこうと思うんですが、まあ、その、まあ、少資金からまあ始めれるっていうことがすごく魅力で、まあ、少資金だからといって、まあ、たった1ヶ月に1000円しかね儲かないとかそうじゃなくて、ね、そのまあ複利計算であるとか、まあ、そういったもので大きな利益を得るっていうのが、まあ、一番の魅力なんですね。うん、ですから、まあ、少資金で始めれる投資なので、まあ、例えば主婦であるとかサラリーマンとか、まあ、始める方っていうのはもう大変今多く始める人がいてますね。へ、まあ、そして、まあ、ほとんどの人が、まあ、今主婦とか、まあ、サラリーマン、はい、まあ、学生さんがいると思うんですけど、うん、始めるメリットとしては、うん、まあ、要は世界中のね、通貨を、まあ、通貨間の利益、差額が利益になるんで、まあ、世界中の通貨を売買できるってことは、まあ、日本が例えば今、ね、仮に、今お昼の12時だとしても、はい、もう海外がまあ深夜とする、まあ、深夜の時もあるじゃないですか、はい、逆に深夜が、まあ、海外が深夜であっても日本がね、お昼とか、24時間、まあ、要は好きな時に取引ができるっていうのも最大の魅力ですね。ですから、うん、FX っていうのはね、まあ、好きな時にできる、うん、まあ、営業だったらね、好きな時できないんですけど、社長さんがいてる時にしか営業行けないとかね、はい、で誰よりも早くそのお客さんを捕まえないといけないっていう、まあ、小さい世界でのパイの取り合いじゃないですか、はい、ね、ですけども、FX であれば、まあ、世界中に別に競合がいて戦うわけじゃないんで、はい、うん、パイの取り合いとかもなく、まあ、焦る必要は全くなくですね、やっていけるっていう、うん、すごく魅力的な、うん、時間も取られない、うん、ライフスタイルに合ったトレードができますよっていうことですね。ですから寝たい時に寝て、はい、FX だけやるんであれば、はい、遊びたい時に遊んで、で自分の好きな時間にトレードができるっていうのもすごい魅力です。あ、はい、じゃあ稼いでる人って一体どんなライフスタイルを送ってるんですか。まあ、僕はもう仕事も、ね、リアルビジネスもやってるんで、はい、あれなんですけど、まあ、例えば、まあ、専業で、まあ、トレードしかやってない方であれば、ああ、まあ、要は FX やるのにパソコンとインターネットの環境があれば、はい、もう年齢性別、国籍とかもう何も関係なくできるんで、もう誰だってトレードできますから、はい、例えばネット環境を、まあ、Wi-Fi とか便利なもあるじゃないですか、ね、で海外でもインターネットつながるんで、うん、まあ、旅行してる最中にトレードしてみたりとか、うん、でこの前なんかはね、まあ、友達からシャメールが来たんですけどね、はい、うん、ハワイのビーチで
横になりながら、あのベッドでね、横になりながらこんな感じで、で、あのノートパソコンを使って、ココナッツジュース飲みながら、ココナッツジュースです飲みながらね、トレードをしてる写真がハワイになるっていう感じですよね。はい。うん。まあそんな感じで、まあ好きな時にできます。ですからもう、周りの、あの実際私の周りのトレーナーとまあ話するじゃないですか。はい。そしたらもう遊ぶ話か、旅行に行く話か、うん、次買う話、次買う車の話、そんなばっかりですよ。そうなんですか。何食べに行くとか、あ、うん、わざわざね、あのうどん食べるのに香川県まで行ってみようかとか、そんな普通の人にはできないじゃないですか。うん、できないですね。明日仕事やから香川までうどん食べに行くんだったらどんべで行くかみたいな、ね、だと思うんですけど、まあ、そんな感じでもう自由気ままに、うん、まあ、要はあの旅行に行ってようが、毎日ね飲んだくれて遊んでようが、何をやっていてももう豪快に稼げるっていうわけですね。ね、すごくないですか。すごいです本当に、うん、例えばね、100万円ね収入が増えたら結構な夢って叶えることできると思いません？そうですよね、100万円だったら、ね、例えば、まあ、あの月給が20万としても、うん、まあ、まあ普通に生活できてると、はい、でプラス100万増えました、まあ、80万増えてね合計100万円の月収でもいいんですけど、はい、大概のことできると思いますよ、まあ、例えば毎月20万円ローン組んでね、あの高級車買ってみるとか、はい、まあ、ローン組まなくても、まあ、80万、まあ、100万っていうのは10ヶ月たって1000万ですからね、うん、まあ、現金貸して買っちゃったみたいなね。あとまあ、普通に食事連れて行くような親孝行でしたことがあっても、はい、ちょっとね海外旅行に連れて行ってみるとかね、 あとまあ家のローン、うん、ね、何十年も返すの嫌じゃないですか、ね、そうですね、まあ、それを一括で払ってみたりとか、うん、まあ、あとはやっぱり今共働きの、ね、家庭も多いと思うんですけど、はい、まあ、奥さんで大変なわけですよ、ね、子育てしながら働いてね、まあ、そんな奥さん楽にさせてあげたいなとか、うん、まあ、あとは、まあ、海外旅行とかね、結構行くまでがプラン立てるのが楽しかったりするじゃないですか、うん、家族でプラン立ったりとか、うん、まあ、好きなとこ行ってみようかなとかね、まあ、そういう形で、100万円あれば、まあ、いろんなこともできますし、まあ、ほとんどの、まあ、ストレス、まあ、お金のストレスって嫌だと思うんでね、はい、あのストレスからももう必ず解放されるはずです、まあ、そんなことができてしまうのが、まあ、FX ということですね。そんな感じですね。いかがですか。すごいです。ありがとうございます。まあ、そんな FX を、まあ、皆さんに、まあ、知っていただければなと私は思っています。